はいよん、こんにちは、クレイです。というわけで今回は、プロスピセレクションガチャ第1弾最終回やっていきたいと思います。はい、ということでございまして、先日ね、こちらプロスピ2019が発売されてからですね、ちょっとアプリの方の動画がね、2日ぐらいかな、ちょっと空いちゃっていたと思うんですが、久々にね、ちょっとアプリの方の動画も撮っていきたいと思います。で、まあ今ですね、プロスピセレクション第1弾がですね、7月の12日から登場していて、もう結構ね、日は経っているんですが、こちらのガチャがもうそろそろ終わりますよね。はい、22日の月曜日までというところなんですが、今回右上ご覧ください。はい、1078エナジー用意してきましたということでございまして、まあ、今回はですね、まず最初にセレクション第1弾のガチャを40連やっていって、でその後ですね、ラストの勝負というところでセレクションミキサー、こちらをね、やっていきたいと思います。はい、まあ、ランダムになるのかセレクトになるのか、この40連の引き次第で、変わってくるかなというところにはなるんですが、まあ、ちょっとまだねセレクション第1弾欲しい選手がいるので、まあ、その話もしながらガチャの方回していきたいと思います。ということで早速本編やっていきましょう。で、今セレクションの状況なんですが、ちょっとまだプレゼントボックスにね、入れっぱなしの選手も、ちらほらちょっと枠の関係でいるんですけど、一応山田選手と山永選手、この2選手の育成は終わらせました。はい。なので、まあこの辺はまたね、ちょっと後日称号チャレンジをやっていくんですけれども、今他の選手で持っているのが、山田選手がもう1枚被ったのと、あと高橋周平選手、そして増田選手、で、あとオリックス大城選手に巨人中川選手というところで、今オーダー外が5名いるんですけれども、ただですね、このロッテ松田選手、この選手に関してはちょっとオーダーに入れたいなと、使いたいなと思っているところでございます。あとは高橋周平選手なんかもね、使いたいなというところなんですけど、ちょっと限界突破が難しいなっていうところで悩んでるところで、まあ、ちょっと最悪ミキサーに入れてもいいなって思ってるのが山田選手、高橋周平選手、大城選手、中川選手というところで4名なんですが、まあ、なんであともう1枚出れば、セレクトミキサーというところも、まあ、できるかなというところでございます。まあ、もしくはあと2枚出てくれたら高橋周平選手を残しでっていう感じで考えています。まあ中川選手とかもね、あと大城選手とかももちろん残したいところではあるんですけど、まあ、この辺も同じくちょっと限界突破が厳しいというところなので、まあ、泣く泣くセレクトミキサーというところも考えていこうかなというところでございます。で、今回狙っていく選手は、まあ、以前からね言っていたところであるんですが、西武山川選手、そして、広島鈴木誠也選手、この2点狙いですね。はい、まあ、オールスターでも4番を打った2人なんですけれども、まあ、この2人を狙っていきたいと思います。というのも、まあ、今現状の僕のオーダーが、セレクションの育成もね、ちょっと終わりまして、こんな感じになりまして、今 74,230 というところまで来ましたと。で、今ちょうど野手がですね、ミートパワー同値の選手、もしくはパワー型の選手というところが、どうしても今欲しいという形になっていますので、まあ、その点で本当にね、鈴木誠也選手、そして山川選手というところはすごいピンズドなんですよね。特に山川選手に関しては、今ここロペス選手がいるんですけど、ロペス選手がまだ引けてないので、3030、唯一の3000かなっていうところになっていると。いうところなので、まあ、山川選手が引ければ、まあ、ここは一気にまたね、200アップ、まあ、170アップというところかなと思います。ただまあ、どっちかの選択を迫られたらちょっと難しいなっていうところですね。今ちょっとセリーグのオーダーなんかもね、最強決定戦以前作ったりもしていたので、その点では鈴木誠也選手欲しいななんていうふうには思っていますし、まあ難しいなって感じですね。すべてはこのガチャ次第です。ここからやっていく1000エナジー消費のガチャ次第では、まあ大きく展開もね、変わる可能性があるので、まあそこでね、もちろん当然2枚引きなんかもできる可能性はありますので、まあ全力でね、やっていきたいと思います。はい、ということでございました。やっていきますか。セレクションカーニバル、これが合計210連目でございます。はい、以前の動画で200連すでに出しているので、まだ見てないよという方はぜひそちらも見ていただければと思います。じゃあ行きましょう。210連目お願いします。今回の10連目、さあ前回最後200連目がね、なんとセレクション S ランク3枚引きという素晴らしい引きで、でその後来たプロスピ2019発売記念ガチャでも S ランク3枚というところなんで、まあちょっと今回なかなかね S ランクちょっと厳しいかなって思ってるところもあるんですが、さあまず、おー10連目来たおー1枚目ではなかった。大木選手ありがとうございます。いや厳しいかなって言った時に限ってやっぱ来るんだよな。やっぱこういうもんなんですよね。欲を出しすぎても良くないっていう。行きましょう。何枚目で来るか。もうセレクションは確定してます。山川選手か鈴木誠也選手、もういいよいきなり引いて。さあどこで来るか。4 5 6 7 8、最後かな、9ということでラストです。さあ誰が出るか。山川選手か鈴木誠也選手が欲しい。行きましょう。よいしょ。おーっしゃー、よしどうすかーい。はい、ということでございまして、去年に引き続き今年もドスコイを引くことができました。いやーこれは嬉しすぎる。いやー嬉しいね。これはめちゃくちゃ嬉しいです。はい。まあちょっと最近ね、アプリやらずに2019ばっかりやってたんで、まあ、ちょっとアプリもしっかりやれよみたいなね、なんかそんなメッセージをこの山川選手から受け取れる気がします。はい。ありがとうございます。OK! ということで残り30連いきますか。ここで鈴木誠也選手が出ればマジで完璧。うん。あとはもう1枚 S ランクが出れば、まあ、鈴木誠也選手を取りに行くこともできるかなっていう感じですかね。さあ、じゃあ行きましょうか。20連目。お願いします。残り30連。お、いいよ紙吹雪。ただ最近ね、紙吹雪演出もね、若干ね効果落ちてきてる気がするというか、あんまり紙吹雪から出ない気がするんだよね。さあ20連目どう。いやー、なんかそうなんだよな、最近このパターン多いんだよな。さあ45678 9ということで確定 A ランク、武田翔太選手ありがとうございます。武田翔太選手もな、通常さらに今年は出ないんですかね。うん、まあいいでしょう。はい、 OK ということで残り20連、30連目いきましょう。合計230連目でございます。さあ、おお、また紙吹雪。たださっきも言った通りちょっと最近渋い感じがする。さあ30連目。来ないか。さあ糸原選手 A ランクありがとうございます。糸原選手去年セレクション引いたな。さあ678 9ということで確定 A ランク、浅村選手ですね。はい、浅村選手の S ランク欲しいな。浅村選手の S ランク、まあ通常今2019シリーズ1を引いても使えるか分かんないんですけど、まあ来シリーズぐらいかな。ただ浅村選手なんかに関してはアニバーサリーとかで出る可能性もなくはないですしね。はい、まあいいでしょう。 OK。 さあということで、ラストは今回のラストガチャいきましょう。40連目お願いします。合計240連目でございます。さあ、まあ、40連で S ランク1枚という確率はまあまあまあと、まあ、確率通りかなぐらいな感じなんで2枚きたー。よっしゃ、その上をいった。さあもうあとは鈴木誠也選手1点狙い。鈴木誠也選手が出ればもう今回の動画完璧です。さあ頼む、どこで来るか。さっきは10枚目だった。さあ34566枚目。おお、ロッテ増田選手がかぶるー。まあいいでしょう。セレクションが出てくれたことは非常に嬉しいところでございます。増田選手はね、調べたところ A ランクで5枚、6枚ぐらいしっかり持ってたので、まあこれは完全にミキサーに回せるかなと思います。はい。さあ、おお、さすがに2枚はなかった。山崎選手ありがとうございます。150ステーブおめでとうございます。さあ、おおー、2枚おお中川選手もかぶるー。いや、すごいな。S ランク最近マジで枚数引きすぎて怖いわ。中川選手ありがとうございます。まあ、さっきも言ったんですけど、ちょっとなかなか限界突破が厳しいという話をしましたが、まあ、ちょっとミキさんも考えましょう。さあ、おお、びっくりした。高梨選手。そしてラストも雷は絶対確定。さあ、S か A か。お願いします、ラスト。おお、松田選手。ありがとうございます。まあいいでしょう。これは嬉しいです。ということでございまして、最後まさかのまた、ちょっと後半最後やばすぎないか。A ランク以上5連続。さすがにちょっとびっくりしたわ。はい。ということでございまして、まあ素晴らしい40連になりましたね。1000円なチャレンジ。ちょっと最後ね、この1000円なチャレンジやろうかどうかすごい動画外でね、この動画を回す前迷ったんですけど、まあやってよかったなというところでございます。ということで、ちょっとミキサーを考えましょう。いや、これ悩むなぁ。ちょっと贅沢な悩みになりますが、まず山田選手が被ってるところ、ここはもう入れましょう。で、そうだな、まあ、増田選手も、まあ、2人とも受け取っておいて、1人は入れる。山川選手は入れない。で、まあ、大城選手、中川選手っていうところですよね。ここがすごい迷うけど、まあ、間違いなく言えるのは、中川選手とかに関しては絶対シリーズ2でもっと能力上がるんですよね。というところでは、まあ、ノーマルかセレクトかどっちもいけるっていう贅沢な感じにはなったんですけど、いやー、どうするかな。山川選手と増田選手以外の6名はミキサーができるという状況です。なんですが、まあ、高橋周平選手も残そうかな。ちょっと怪我がありましたが、まあ、今シーズンここまでね、本当に素晴らしい活躍を見せてくれていて、まあ、怪我もね、3週間でなんとかバット振れるところまで戻るみたいな、保存治療で行くみたいなニュースも出てたんで、まあ、ちょっとそこも含めて、期待も込めて、高橋周平選手残そうかな。ということでございます。じゃあ、セレクトにしたいと思います。中川選手、大城選手もかけるの、ちょっと心苦しいですが、これでいこうかな。うん、これでいって、あの選手を受け取りに行きたいと思います。いや、こう見るとな、有原選手とかも欲しかったなとかなるんですけどね。有原選手とかも欲しいなってなるんですけど、まあ、ここはこの選手取りに行きます。行きましょう。久々だな、セレクトミキサー。2019セレクション、ポジションライド、鈴木誠也選手。上記の選手で間違いありません。よろしいですか。行きましょう。お願いします。いや、行ってしまった。セレクション第1弾、本当にたくさんの、まあ、ドラマというか200連の最後にね、3枚引いたりとか、まあ、今回もかなりね、40連の中で3枚というところで、まあ、第1弾は本当にいい引きができたんじゃないかなと、個人的には思ってます。さあ、そんな最後を締めくくる、素晴らしい選手が、こちら。はい、ということで、かっこいいガッツポーズ、鈴木誠也選手、ありがとうございます。まあこのガチャ中にね、このセレクション第1弾ガチャ中にこの鈴木誠也選手みたいなガッツポーズを僕もたくさんしましたということで、最後にね本当に素晴らしい選手が取れて嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、というわけでございまして、今回はプロスピセレクション第1弾最終回ということで、セレクションガチャの方最後の40連とセレクションミキサーやっていったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、まあ本当にさっきも言いましたけれども、第1弾は本当にいい引きができたところで、逆にちょっと第2弾がどんな引きになるのかすごい怖いなというところでもあるんですが、まあこれでまたちょっとアプリの方のねモチベーションも上がってきたので、2019とともにねこのアプリの方もたくさんガンガンやっていきたいと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。2019の動画だけじゃなくてアプリの動画もガンガン出してほしいよという方はぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。